ウレタンクリア GP1 ですけれど、これを今から調合していきます。買うと中にこうメモリが入ってるんで、ちょっと面倒ですけど両面テープでくっつけてください。で、これ1メモリ2メモリ、まあ、つけるのは、まあ、大体でいいと思います。こんな感じで この辺がから始まるので、同じように硬化剤も貼ってください。で、1使ったら硬化剤も1、まあ、半分だったら半分硬化剤も出してください。まあ、これは別に混ぜる必要ないので普通に取って、とりあえず分かりやすいように半分、まあ、僕は爪でこういつもこんなことやりながら、あ、その前にですね、この、カップをですね、ついてるウレタンシンナーでちょっと軽く拭いてください。まあ、ないと思いますけど、塗料がついていたりとか、落下系がシンナーがついていたりとかして、まあ、落下シンナーでも別に大丈夫なんですけど、一応ウレタンシンナーで拭いておいた方が、まあ、異物が入ってこないかなということで、で、ここに半分出します。まあ、適当にこのスティックで、もうちょいですね。まあ、先ほどのウレタンシンナーでちょっとこっちの口を拭いといてください。で、次は硬化剤です。これもそんなに慎重になる必要ありません。一メモリに対して一メモリなんで、今半メモリ入れたんで、こちらも半メモリ入れます。左利きの方がやりやすいんで、左で、まあ入ってれば固まるんでね、まあ、こんなもんかなという感じです。少ないと硬化時間は長くなり、早いと硬化時間は、まあ、乾燥時間、固くなる時間は、多いと早くなります。これも口をちょっと丁寧に拭いておいてください。ウレタンクリアで固まると、要は接着剤みたくなるんで蓋が取れなくなりますので、それだけ注意して必ず。で、混ぜます。もう普通です。なんかこうちょっと分かりますから、モワモワモワというのがなくなるまで、で、ここに、通常約2割、これちょっと目分量で、慣れて目分量でやっちゃう、2割、これで、ウレタンクリア拭くんですけど、とりあえず、二度拭きというか、さっきの擦り傷にパテを埋めるクリアということなので、もうちょっと、あと表面を溶かすんですよね、ウレタンクリア。もうちょっと多めに3割ぐらい入れます。混ぜます。で、あとは拭きます。ちょっと待ってください。こっからはちょっと一回ちょっとお休み。